はい、おっちゃんです。おっちゃんが挑むゴッドオブ第3回目の配信です。よろしくお願いします。では早速ゲーム画面開いていきます。ドン。というわけでね、前回この幽霊に頼まれてトールの像破壊してくれと、あの父親の上に立ってるの頼まれたんですね。これをちょっとやっていこうかなと。なんだろう、父は大事な家宝と共に埋葬されている。父は大事な。あなたのものだ。家宝を。家宝をいただく代わりに、トールの像を破壊すると。いうことですね。よいしょ。というわけで、あの亡霊、トールに母親を殺された亡霊のこと？やつの話を忘れるな。人間は神にとってゴミ同然だ。分かってる。分かってるだと、理解をしているか？してるよ。ならいい。さあ、ここをずっと進んでいって、いいのかな、こっちで。こっちでいいのかな。他に話は？最後だ。あるところに馬がいた。馬は敵であるおじかに復讐を企てた。だが自分では殺せなかった。馬はある狩人に出会い取引をした。もう馬は狩人の神と手綱を取り背に乗せることを許した。そして協力しておじかを殺し、馬は勝利に酔ったのだ。おお、馬は勝利に酔った。だが狩人は馬を手放さず、お、馬を奴隷とした。復讐を果たしたけど自由を失った。よかったのかな。そうでもない。よし、なんかあるよ。おい、フェイサーガルズ、ドワフ王の南方砦。ドワフ王？ドワフ王なんて知ってる？ドワフ王、ドワーフの王様がいるんですね。ドワーフの王様がいるようで何よりです。あら、こんなところに、もういろんなところにいるこの人。ねえブロック、ドワーフ王って知ってる？そりゃ多分元ソグニルのことだな。あいつは昔人間の集落を牛耳ってたことがあるんだ。北の方に大層な城まで作ってな。ドワーフの城どうなの？おめえの目で確かめてくりゃいいじゃねえか。まあ行く前に装備を揃えておくこった。お、元ソグニルはありとあらゆる凶暴な生き物を集めてたって話だ。なるほど。今は話がいい状態だろうな。なんと、じゃあ装備を整えましょうね。どれがいいんだ。5分、素材は足りない。何がいるんだ。弓のアップデートできますね。お、新しいスキルが解放された。買い忘れたのか。リバイアさんは何もできないと。こんなもんですかね。なんかもう一つあったんだがな。なんだ？今回は何が欲しいんだ？もう一つあった。また今度ね。また今度。さあ、では進んでいきましょうね。何変わるかな？お、なんか点がついてる。ここ行けと。お、早速いましたね。お、オオカミだ。よくやった。よくやった。よいしょ。びっくりした。
びっくりした。急に来ましたね。なんだここは。結構怖いとこ。お？お、宝。お宝発見。よいしょ。ほうほうほう。ほうほう。これだけ？他にはない？他にはないね。ここ行く感じかな？でもこっちにも道がある。よいしょ。他にはないね。風呂入るタイミングで配信とかするさ。風呂入るタイミングでしたが、いってらっしゃい。ではでは、ここですね。スーさん、スーさん、こんばんは。待って、焦げ跡、ここに集まってる。火を吹く敵から隠れようとしたってこと？火を吹く敵。でもダメだった。火を吹く敵から隠れようとした。火を吹く敵。なんかいる？おーおーっと、びっくりびっくりびっくり。狼がでかい。おう、ショート。よいしょよいしょ。あ、まだ行かない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 。いろいろ調べたい。よいしょ。いろいろ調べたい。よいしょ。よいしょ。これを見ろ。これを見ろ。はい。ドワーフ王にしよう。人間の敵だ。人間の敵。いい王様じゃなかったみたい。なんでそんなに嫌われたのかな。死んだ者のことなどどうでもいい。別に、なんとなく。好奇心は身を滅ぼすぞ。気をそらすな。よし、ここはこれだけかな。お、まだこの先に行くところがある。取り忘れはないですね。取り忘れはない感じ。ではよいしょ、進んでいきましょう。こんな大きな像どうやって建てるんだろう。ドワーフは厄介だが、確かに知恵は。知恵はすごいドワーフたちだったんだ。ここに上陸できますね。おっと、いきなりいるよ。今こそ。いきなりいるよ。あ、これ強いやつ。お、よいしょ。おお、
よいしょ。全然汗かいてない。うん、息子よくやった。よくやった息子よ。これは？あ、扉か。扉にはまだ用はない。扉にはまだ用はないですね。いや、ゲッチュ。どこか声が聞こえるよ。声が聞こえるよ、今。なんか聞こえた。あ、通るのぞ、あれか。なんじゃ、あれは。まだなんか声が聞こえてる気がする。どこだ。あれってドラゴン？初めて近くで見た。ドラゴン。あそこに何か見える。やだ、ドラゴンと、ドラゴンのとこは行きたくないよ。ドラゴンのところは行きたくないよ。わかった。頼むよ息子、字を読んで。誰が書いたんだろう。よしと。うわ。火を吐いてるよ。火を吐いてるよ。どこだ？あれ、どこ？もうびっくりするな。急に来るから。よいしょ。今なんでアトリウスを呼んだの？アトリウス、ここだ。こっちだね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんかゲット。亡霊のお父さんが眠ってる。全然届かない。よいしょ。よし、ここを登って。何かあるのかな？何かあるのかな？ここを登る感じでもない。ん？ここに息子をあげる感じ。息子をあげる感じ？でもない。どういうこと？
高すぎるのか。なんか壊すものとかあるのかな。ここは登れないのかな。登れないっぽいですね。まだ行けないのかな。違うルートから行けってこと？違うルートから行くのかな。とりあえずあの像を破壊しに行きましょうね。あの幽霊とのお約束ですからね。よいしょ。よいしょっと。ここですね。よいしょ。さあ、到着。到着。脆い部分を探そう。おお。よいしょ。よいしょ、OK。これまだ取れないの？おお、おお、びっくり。おお、1、2、3、4。おお、いい、おお。おお、やばかった、やばかった、やばかった。よくできてた？まだ未熟だな。くそ、体力がやばい。体力がやばいよ、おっちゃん。よいしょ。お父さんのお墓だ。何かあるかな。さあな。父上、僕たちあの像を壊すんだよね。お、レジェンド斧のやつ。ほうほうほう。これ装備しよう。うわ、あいつ飛んでる、あいつ飛んでる。ニックキ、あいつ飛んでる。今だ。届かない。今だ。遅い。今だ。早い。こっちの方が狙いやすいかな。こっちの方が狙いやすいかな。そうでもないか。まあこいつ壊してからゆっくりやろう。あれ、もっと上。
もっと上？もうちょい。倒れそうだ。あとどこじゃろう。よいしょ。あとどこじゃろう。この鳥が鬱陶しいな。この鳥を仕留めたい。違うじゃないのかな。ここが。あとはどこじゃ？お、ここか。簡単には倒れぬぞ。分かってるよ。ふざけただけ。ふざけていいことではない。ごめん。この鳥をどうやって倒せばいいんだ。惜しい。遅い。早い。今か。早い。今か。これ壊れない。壊れないのか。まあいいや、とりあえずね、ゾウを倒したんでね。ゾウをぶっ壊したんで、OK です。ゾウをぶっ壊した跡地に何かあったりしないのかな？あれ、こっちにも船がある？こっちから来たんだっけ？なんだろう、あの金色のモヤモヤ。父上、なぜ神は人間に意地悪なの？それが神というものだからだ。でも力があるなら人間に味方してくれる神がいてもいいのにね。それでも神は変わらず不幸を広める。受け入れるしかないのだ。お、何かあるかな。他に話は？最後だ。カエルの話があった。池が干からび、息子と共に新たな住まいを求め旅立ち。待て。続きは後でだ。はい。ここの宝は？お、月中。よし。ではでは。約束を果たしたので戻っていきましょうね。お、なんか上に光ってるよ。なんか見逃しがあった。見逃しがあったようだ。ああ、違う、見逃しじゃない、これ前も見たね。これ不思議なやつね。
とりあえずこっちは行けないかな。30分延長しました。30分延長しました。これ壊れるんですね。アトレウス、ついてこい。こっちはドラゴンがいるからいけない。ドラゴンがいるからいけない。ドラゴンがいるからいけないね。よいしょ。あ、なるほどなるほど、こうやっていくのか。ちょっと待って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 、よいしょ。よいしょ。こっちは何もない感じ、何もない感じ。体力やばいんですよ、おっちゃん。体力やばいんですよ、おっちゃんは。よいしょ。よいしょ。ここは何もない？向こうに敵がいるね。おお、やばいやばいやばい。回復、回復アイテムとかあるの？スキル？スキルは今関係ない。資源？え、回復してって言われたけど、回復アイテムとかってあんの、このゲーム。回復してって言われたって。よいしょ。回復してって言われたって。次はどこ？走れ。起き上がったな。え、父上、父上死んだ死んだ死んだ。どこからやり直し、どこからやり直し、全部やり直し。あ、違うね、この戻ったとこからね、戻ったとこからですね。よかったよかった。あの息に気をつけて。そんなことは分かっている。よし、まだまだ。
よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。こっちには何もないね。よいしょ。こっち側に来て。こっち側は何もないね。ダッシュ。このドラゴンは危険だ。そうだけど悲しそうだよ。よいしょ。おおおお、どっから何が降ってんの。ドラゴンか。ドラゴンの仕業か。おお、取れない取れない取れないよ。よいしょ。早くちょっと遠くに。あんまりお腹がない。小さな村だったのかな。なんだなんだ、これだけ遠くに来てもまだ狙ってくるか。ここに誰かいる。誰だこれ。誰だこれ。そして取れない。よいしょ。敵か。よいしょ。そう、 うー、危ない。うーそうそう、よいしょ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 。ドラゴンか、ドラゴンが頑張ってるよ。ドラゴンが、おー、ドラゴンやめて。ドラゴン頑張りすぎ。うわ、これまた3つのあれか、封印か。ここはいけない、3つの封印。もうドラゴンがいるからちょっとうまい具合にあれできないな。ここは通れない。あのドラゴンどっかにやれないのかな。あ、封印か。ドラゴン、見つけたの。いいね。あのドラゴンも封印か。あのドラゴンの封印を解けばいいのかな。違う感じ？違う感じ？どんな感じ？ドラゴンの封印を解くにはどうしたらいいんだろう。
こう渡れないからこっちをよいしょ。おお、来てるよ来てるよ。あ、これの、これの封印か。これの封印は今いらないんだよな。ドラゴンの封印が欲しい。よいしょ。これの封印よりドラゴンの封印が欲しい。アトレルス、来い。あら、戻ってきた。おお、いますね、いますね。どこにいるの？敵は。上か。上にいらっしゃったのね。いたいたいた、どこだどこだどこだ。あとどこにいる？いた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 よー。もういないね。もう大丈夫大丈夫。なんか声がするな。あ、これ鎖下ろしとこ。あ、今は降りないよ。さあ、では上に進んでいきましょうね。道が分かれ、おーっと、なんかあるよ。おお、なるほどなるほど。あ、封印だ。あ、これがあれか、宝箱の前か。宝箱の前か。お、またこれがあるね。久しぶりに登場の爆弾。あら、届かない。この辺か。よし。あ、意味なかった。封印は、封印は、とりあえず向こうの道進みたいな。
向こうの道が気になる。こっちは後回しで、こっちの道、ここを壊すとこだね。おーおー、びっくりよー、びっくりよー。よし、ゲット。こっちはこれだけかな。こっちに何かあるかな。こっちはさっき戦ったとこですね。さっき戦ったとこは何もない。よいしょ。でこっちに進むと。よいしょ。よいしょ。敵だ。敵。合図ちょうだい。うん、うん、そう、そう、そう。なんだなんだなんだ、防御するぞこいつ。おお、二発。強かった。嫌がるよ、あんなところに。嫌がるよ、こんなところに。よいしょ。レイプト合金、トールの一族の実が使用する雷が注入されたやつ。斧のマイン。おお。おい。わかった。頼むよ息子、呼んでくれ。どういうこと？どういうこと？息子どういうこと？教えて。どういうこと息子、息子どういうこと、これはどういうこと、なんでここに押してるの。どれ、これに合わせればいいのかな。こういう感じかな。で、
よいしょ。こうじゃないの？違うようですね。手が間違ってるのかな？これが違うのかな？お、できたできた。こっちが違うの？こっちが違うのね。ってことはこうか。なんて書いてある？トゥルーは信じること、信頼すること。こんなに死んじゃったのにまだ王様を信じてたの？それは命令だ。何が起ころうと王を信じること。何が起ころうと王を信じることが命令だと。あ、また声が聞こえるよ。ナイス息子。いいよ、いいよ息子、いいよ。お、ここに宝があるけど入れない。入れないね。よし。おっと、地道がある。お、ドラゴンのあれが来るよ。これは？ドラゴンの祭壇。ミズガルズに捕らわれた3頭のドラゴン。母上が言ってた。台座には3つのルーンがあった。残りの2つを壊さなきゃ。旅路には関係ない。そうだけど、きっと母上なら助けろって、そういうはずだよ。たやすく心を開く。敵は容赦なくその弱さを利用するぞ。はい、そうだそうだ。あのドラゴンを離したら襲いかかってくるかもしれないからね。いやいやいや、怖い怖い。これは何ぞや。おお、開いた。開きました。これで下に降りれるようになるのかな。よくわかんないけど、とりあえず進みましょう。進みましょう。ういっと、何もないかな。何もないね。あれよ、敵。おお、
ちょっと。よいしょ。うわ、やめてやめて。どこだ。どこだどこだ。あ、めんどくさい、これ攻撃めんどくさい。おお、もういない。よく見つけたね。他には何もない。お、よいしょ。頼むよ。ナイス。よしと。ドワーフ王はドラゴンや怪物を飼ってくるよう命じた。変な王様。しかもあの奥の遠距離攻撃のやつを先にやって、よいしょ。斧が効かないだって、殴るって。おお、こいつは爆発するパターンの敵。よし、爆発するパターン嫌だな。体力回復がない。なんか声が聞こえる。声が聞こえたよ今。よいしょ。感情で動くのか。無視しろ。そして備えるのだ。はい。うわ、うわ、うわ、体力ない時にちょっと勘弁してよ。体力ないときに勘弁してよ。体力ないんです、こっちは。こっち体力ないんです。よいしょ。よいしょ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 。30分延長しました。おお、
こっちも体力ないんです。やめてー。あ、体力回復あった。体力回復あったよ。よいしょー。体力回復したら体力がなくなった。燃えてるよ。体力なくなったよ。やばいよ、もう。これもうダメージ受けたらもう終わりだよ。やられた。やられた。難しい、このゲーム。チェックポイントから再開です。どこからだ、一体。どこだ、ここ。あ、こいつか。こいつどうからか。まずここを開いて回復を取れるようにしといて、回復は取らずにゴー。よいしょー、よいしょー。ほら、やめて。よいしょ。おお。やめて、やめて。よいしょ。おお、やめて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 。あ、違う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 、やめて。やめて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、今だ。なんだなんだ。回復、回復、回復。よし、開いた。
お、ノーマルルーンアタック。強力な投げ物攻撃。直線上の敵すべてを吹き飛ばす。おお、リヴァイアさんの目覚め、いいね。リヴァイアさんが目覚めたんですね。え、何何今の声、何今の声、何上行っていいの？よいしょ。あ、ここに戻ってきちゃうんだ。よいしょ。こっちは？穴か。何もない。他には？ドラゴンの封印全然解かれてないけど、見逃してるものいっぱいありそうな感じなんですけど、大丈夫なのかな？いいよと。大丈夫なのかな？ここにはいけない感じ？いけない感じだね。他に行くところはない感じだから、ここを行くしかないけど、あ、向こうか。向こうにもあるんだ。なるほどなるほど。ダッシュだ。よし、ダッシュでこっち側に行く。こっち側に行く。えい。おお、危ないよ。よいしょ。よいしょ。まだどっかにある？なんか最初の方になんか見たことがある気がする。最初の方になんか見たことがある気がするよ。ここで何が起きたんだ？手がかりを探せ。ああ、そっか。手がかり。悪いドワフ王がいて、怪物を飼ってくるよう命じた。怪物は檻に入れられて、それで。あった、うん、何かを見落としている。中にはこれ以上何もない。
だがまた繋がれたドラゴンがいるかもしれん。ドワーフ王の情報があるはずだ。何か見落としている。何を見落としている？どっかであの青いやつ見たんだよな。どっかで見た。けど、それはどこだか覚えてない。あったー、これかな。ドラゴンが感謝してくれるといいんだけど。よいしょ。頑張れ息子よ。輝かしいドラゴンの印。3秒間ダッシュすると敵の攻撃をひるまないオーラが発生する。おお。ドラゴンを救った。やったね。よし。ここは、もう用なしかな。これで。運用か大冒険になりましたね。思いのほか大冒険。トールの像も壊したしね。よし。では、さっきの場所に帰りましょう。あれ？さっきの場所ここ、ああ、ここか。いいんだ、いいんだ。ここに登って、向こう側の船を、あれ？こっちじゃない。こっち。よしと。え、こら、え、こら。内側に戻って、どこだっけ？こっちだっけ？こっちじゃないね。こっちか。あ、こっちだ。お、いたいたいた。なんか強化できるかな？
今は、おお、これ資源が足りない。うわ、これアップグレードできる。どうしよう、どうしよう。おお、やっと決めた。ゴフ。やず足りない。何か作ろうか。弓アップグレード。工芸品を売れるんだ。欲しいものは手に入ったか？お、いっぱい売った。全部打った。上半身防具は？何もない。腕防具は何もない。下半身防具もない。何が欲しい？空中の敵を撃つとよだめージ上がる。アトリスが飛んでいる敵の防御力に低下する。クリストが傷ついている時にアトリスが命の。おお、これはいいね。ルーンの衣。体が沈めることは狙いにくいってことだ。決定じゃねえ。いいね、いいね。今よりいいやつはないね。ゴフ。これもないか。ってことは強化で回していいのかな。何か欲しい。強化しちゃっていいのかな。一応防具強化しよう。お、はい、ワールドさんでね、ワールドさんでやりましょう。重いですからね、ワールド1ね。じゃあ何か必要ならまたクリアいい。はいはい、ありがとうございます。この鳥って殺せるのかな。あ、殺した。これだけ散った。ワールド24、ワールド24、024。あれ、どこだっけ。でもいいよ。ワールド24。どんな話をしてくれるの。カエルの話が
池が干からみ、息子と共に新たな住まいを求め旅立ち、井戸を見つけた。井戸を見つけた。息子は水を見て飛び込もうとしたが、父親が止めた。父親はその井戸が深く、入ってしまえば水が干からびた時に出られないと気づいた。そして、他を探した。それだけ？そう。それじゃつまらないよ。息子が飛び込んだんなら別だけど。だいぶ進んだかな。それなら井戸から出られず、父親の前で飢え死にしただろう。そうですね。ほらね、それがお話。これが謎。ここにもう一回行ってみよう。今ね、サブ的なクエストなのかな、これ。こんな大きい滝見たことない。サブ的なクエストなのかな。おすすめてるとこでした。いや、行ってきたよ。あなたか、像を壊してくれたか。もちろんさ。望み通り像を壊してやったぞ。これで心残りが消えた。これで私も雷神を探しに行ける。復讐の時が来た。二人とも感謝する。おお。行っちゃった。一人でトールに復讐するなんて無茶だよ。愚かでしかない。これがわからない。これある神への捧げ物だ。使えそう。いや、ドワーフなら使える。これがどうやるのかわかんない。これ何なんだろう。何なんでしょうこれ。何なんだろうこれ。これがないとこの宝箱が多分ね開かないからね。これの鍵がどっかにあるはずなんですよね。それは右に行ってきます。いや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 、大丈夫ですよ。おっちゃんが自力でなんとか。鍵かかってるんですよね、この箱。これが謎。世の中謎だらけ。ここも何もなかったし。もういけないね。わからないな。ほうほう。輝かしいドラゴンの印。名前がかっこいいから装備しよう。
投げ物のダメージ 6% 増加する。いいね、 6% 増加するの嬉しい。さあこれは炎ダメージの耐性が 50% 増加する。いいね。これは周囲の敵を吹き飛ばしスタンダメージを与える強烈な一撃を放つ。L10 で使用。ダメージを受けた直後に使用して復帰を早める。体力が回復する。体力が回復したい。こっちもね、下手くそだから体力を回復したい。それ今のとこ場所どこ？今のとこ、ルーンの衣も。今のとこ、場所どこだろう。宝箱取れないとこ。これはね、あら、マークに邪魔されて、これ。場所が見え、マーク消せないのかな。マーク消し方ないのかな。場所、岩場の大滝。岩場の大滝ですね。ミズガルズの岩場の大滝。お、スキル。スキル。お、スキルがいろいろ解放された。あと近距離攻撃の、近距離戦闘の攻撃力が上がる。鍵爪の弓の連射速度が上がる。さらに上昇する。さらに上昇する。攻撃力を上昇するか、あれですね。連射力を上昇するか。どっちを取るか。どっちを取るかですね。お、わかった。ありがとうございます。連射力、攻撃力。連射力。攻撃力はあまり期待していません。あ、攻撃力も上げれるじゃん。あ、スキル雷の矢で破壊するといけます。雷の矢で破壊する。あららららら、そんなすごいもの持ってないな。そんなすごいもの持ってなかった。おの、ダッシュ中に。おお、ジャンプ攻撃。いいね。いいね。ダメージを受けずに連続で攻撃すると弱さに強化され、霊気ダメージ。回避中にエロをしながら、倒しながら、素早い攻撃、回転攻撃。トルネードスピン。意味はないの？意味はないですよ。30分延長しました。30分延長しました。なんでないの？なんでないんだろう。よしと。
私にあんじゃん。これね、これあの息子の弓なんですよ。息子の弓。これ覚えよう。とりあえず全部覚えられるっぽいですね、これね。覚えられるっぽいですね、これね。おお、なるほど。わかりました。お。ありがとうございます。息子に打ってもらうとか。息子も打ってくれないね、これね、息子もちょっとこっちから。息子もちょっとこっち来ようか。息子もちょっとこっち来て。息子が撃つのかな。面進めると魔杖というのが手に入ります。息子関係ない。ああ。息子関係ない。じゃあまだ取れないんですね、これね。まだ取れない感じか。仕方ない。よいしょー。まあ今寄り道しちゃってましたからね。よいしょ。では出航。で今ここを出航したと。こっちの方に。魔法屋はドラゴン戦後に手に入るみたいです。ドラゴン戦後、ドラゴンと戦うんですね。怖い。ドラゴンと戦うのか。よし、じゃあまずこの探索を進めましょう。ここは何もないですね。ネタバレしてるか。最後だ。それは後回しだ。ここから歩いて進む。続きは後です。かもな。あ、ここはあれか。ここからスタートしたんだもんね。小船着き場。よいしょ。あれ？違うな。違うな、ここは。ここはあれは違うね。とりあえずメイン進めるしかないね。ねえ。メイン進める感じなんですね。ここ上に上がってみましょうね、これね。これなんだろう。これは関係ない。上へ参ります。お？あ、見つけたの。いいね。いいね。なんだこれ。
よいしょよいしょ回復する。あおやられるよ。やられた。やられた。父上やられた。まさかの。防具強化した、強化して早々にやられた。めっちゃ強い、ここの敵。クベイキャ、やるだけやってみた。脳筋すぎる、わら。もう一回挑戦。うわ敵のダメ敵全然減らない。よいしょ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 およいしょ。強いぞ強いぞこの敵。なんてこったい。よいしょよいしょうん、うん、めっちゃ強いよ。うんとうとうよいしょよいしょ。うわ危ない危ない。ダメダメだこれ食らっちゃダメ。よいしょ。無理だね。とうとうよいしょよいしょ。うーわ、めちゃめちゃ強い。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、うーん。やばい、やばい。父上気をつける。よいしょ、よいしょ。よいしょ。強っ。紫の体力ゲージの敵は強力だ。より良い装備を整えて勝てる確率を上げよう。より良い装備って装備強化したけどな。おっちゃんが下手なのかな。いや、おっちゃんが下手なんでしょうねこれね、明らかにね。やるだけやってみた。そこ諦めたら？ここ諦めちゃう？諦めちゃいますか？ならやりなよ。ここにも読めないや。他のとは違う。他のとは違う。はい、参ります。3匹のうち1匹もやっつけられなかったですもんね。1匹もやっつけられずに殺されたから。まあ無理でしょうね。また新たな船をゲット。さあ、こっちは？それはムロが下手なだけだろ。まあね。他に話は？最後だ。盗みで捕まり死刑を宣告された若い男がいた。その母親が監獄を訪れた。愛を振りまく心優しい女性だ。待て。続きは後でだ。はい。
上参ります。行くぞ。お、今度は弱い敵だな。おお。よいしょ。びしゃ。やっと終わったね。うん、やっと終わった。言語版が完成してないと読めない。言語版をね、完成させないといけない。まだ読めないね、これね。ここもいけない感じか。はい、参ります。配信してどうやるのかな。いやいやいや、さすがに21時まではやらないです。そうです、ドドンの準備する時間だけになっちゃうんでね。盗みで捕まり死刑を宣告された若い男がいた。その母親が監獄を訪れた。愛を振りまく心優しい女性だ。サドンを進んできますよ。息子は母親に会うと怒りで耳を噛みちぎった。え、どうして。息子が盗っ人でしかなかったからだ。だが母親は愛するばかりで事の代償を教えなかった。規律について教わっていれば死なずに済む。私中にカリカリあげてね。わかるけど耳をそんな。おお、また強いそうな敵が来たよ。よいしょ。よいしょ。そう。投げちゃった。ねえ、また火鉢だ。これに火をつけたいのか。いい。おい。わかった。おい。クベイキャ。あ、ドラゴンのところで鍵付きの箱開けるの忘れた。おお、頼んだ頼んだ、囲まれてる、びっくりした。急に敵が来たよ。斧が効かない。ティー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 よっ。出ちゃう。よいしょよいしょよいしょ。出ちゃう。生きているよ。まだ亡霊だ。そうだ。本当にいるのか。それともただの妄想。ここになら金の宝箱あります。亡者ではないものを、この島々で最後に見かけたのは、一体いつのことだったろう。どういう意味。後輩のことだよ。後輩のことだよ。この地を蝕み、冬を経るごとにひどくなっている。原因は何だ。確かではないが、ヨルムンガンドの出現と、その後に起こった大洪水じゃないかと思う。僕を含め多くが溺死した。死者が蘇ったのはそれからだ。僕たちはどんどんネタバレしていくよ。僕は誰かと話すことたった今叶えられたよ。ありがとう。
おお。海で溺死した魂のセンション。おお、よかった。よかった。あよ。さあ、この宝ですね。ドラゴンのとこでもこの宝あったのにすっかり忘れてましたよ。ドラゴンの封印のあれで。よいしょー。うわ、めっちゃ難しいこれ。その前にこの緑のカラスを切る。あら。よしと。うわ、難しい。なんだこれ。なんだこれ。これ何これ、なんだこれ、なんだこれ。ねえ、これね、むず。誰考えたのこんなの。誰考えたの。よいしょー。動いてるやつどうやって当てろっていうのこれ。無理これ。こんなの。無理。あ、いた？やった！できたー！できたー！人生終了は困ります。できました！やったー！なんだ？体力増えるのがいいな。やった体力増えるやつ。やった体力増える。迷ってる？いや、迷ってないよ。迷ってないよ。息子くん何を言い出すのかね。お、おー、ここにも宝があるよ。よいしょー。なんだ？言語版の一部だ。組み合わせを試してみる。やった、言語版の一部。やったね。言語版の一部がここで手に入った。あとさっきのね、ドラゴンを話したところの、あそこに戻って、あそこの
封印されてる箱を開けないといけないですね。ここはこれだけらしいので、言語版のための場所かな。ここは早々に去りたいなと。早々に去りましょう、ここはね。人助けについて言ったことを覚えている。やめろって。そうだ。でも少しなら話し合う気はない。ことに集中しろ。この旅の目的はただ一つだ。でも助けてくれるかもよ。さっきのはここに詳しかったし。それが目的にどう役立つのだ。聞かなきゃわからないよ。さあ、さっきのこの海の浜辺にはたくさん宝箱あるからくまなく探索しようね。そうですね。なのでさっき取り忘れてた他にどんな話してさっきの場所にちょっと戻ります。カニの息子を叱った母ガニの話がある。いつものように横向きではなく誇りを持って前向きに歩くべきだと言った。同じカニなのに手本を見せてくれたら自分も前向きに歩くって言えばよかったのに。ああ、そう言ったのだ。そういう話だ。そっか。よし、いい感じ、いい感じ。こっちの方でしたね、確かね。確かここだった。ここの気がする。ここだった気がする。あれ違うかな、合ってるかな。お、ステータスアップしたらさっきの強い敵倒せるんじゃね。ねえブロック、ゲウルマこの捧げ物が上物の鎧になったと知りゃ喜ぶだろうよ。彼を知ってるの？どんな人だった？関係ねえだろ。関係ねえだろ。ゲウルは死んだ。過去を掘り返すもんじゃねえ。分別があるドワーフか、珍しい。分別のあるドワーフ。そうこらくっちゃな。頭防具増やせる。お、防御力がいっぱい上がる。攻撃力ちょっと下がるけど他全部上がる。これは装備したいですね。防御いいね。ね、防御力上げたい。これ作ろう。いいね、いいね。で、腕防具の強化は素材がない。じゃあ、元気でな。で、防具、腕防具に、腕防具に、何を入れよう。これを入れると。OK。さあ、というわけで、そろそろ時間となりました。8時ね。8時となったんで、今日はね、ここで終わりにしたいと思います。次回は、この先にある、取り忘れの、え取り忘れのね、宝を、取りに行きたい感じ。おっちゃんは取りに行きたい感じです。あ、いいかいいか。いいかいいか。お疲れ様。はい、ありがとうございます。そういった番組でね、今日はちょっとね、この辺で、この後、9時から YouTube の方で、ドラゴンズドグマオンラインの配信やりますので、お暇な方いらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた、お疲れ様でした。